絶対マジやな、これ。これで、これじゃらいいと。これがいい、こうがいいって。あ、どっちがいいですか、これがいい。最初の頃の緊張感がないよね。これザッキーの名刺じゃん。あ、でも漢字が間違えてるやつなんで再利用してます。ユータって書く。自分大きいじゃなくてタツなんですよ。あー、はい、ザッキーが、はい、あ、ザッキーだな。ザッキーだ。あ、そうですね。で、ここに名刺を捨てられて後ろが、なんかもろとも逆に間違ってるから記念なのかな。記念、確かに、うん、ギザ銃みたいな。そう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 、ちょっともらっておこう。確かに、うん、実は、実はエコさんの俺、いただいてるもん、俺かな。エコさんの名刺、いただいてて、あれ、なかなかいいなと思って、うん、あれ、振り物の方でした。何やったかな。仕事の方でした。いや、カラフルな方だったんですね。あ、じゃあ、うん、ラジオの方ですか。ラジオの方ですね。多分こんな風に作ったら面白いかなと思って。いいですね、うん、はい、七色、そうす、変化球。あれ、音量小さいな。こっち、大丈夫ですか。あ、これだいぶ、これ、あ、ありがたいと、はい、小さいとな、俺、うん、俺声でかいやな、響くんや。あ、俺素人だから。20秒前です。はい、あ、もうそんな時間。10秒前5秒前4 3 2 1。時刻は午後10時を回りました。8月16日お盆のナイトガレージ、さあ今週もいよいよスタートとなりました。 FM ギノワン、 FM コザ2局ネットでお届けしていきます。この後10時56分まで生放送でお送りしていきます。どうぞ最後まで今日もお付き合いいただきたいと思います。あのブルガリさんが吉江さん離婚してから一段と輝いてるじゃないか。そうでしょう。いい感じ、ありがとうございます。もうね、ますますこれからもね、輝いていきたいなと思ってるんですが、まあ、今日はですね、この前誕生日も迎えまして、一段と輝いている私、はい、副店長の吉江とごめんなさいね、先に自己紹介して。いいですよ。店長の大峰でございます。皆さん、店舗の皆さんお元気でした。今日は新入社員来てますからね。バイトが、バイトが。ツイキャス音声聞こえてないですか。音入ってるかな、大丈夫ですか。皆さん聞こえてますか。皆さんね、うん、携帯の、うん、まあ、Bluetooth とか使われてたりとかすると、うんうん、僕もそうなんですけど、うん、一回電源を落とさないとツイキャスが音が流れない場合あるんですよ、はいはい、携帯のスピーカーからの、はいはい、まあ、一度試してみていただいて、それでも出ないんであれば D が全部悪いです。はい、直します。さあ、そんな紹介の仕方になった D、 今日もよろしくお願いします。これ聞こえてない人に俺なんぼ今やり方訴えても全然あんないもんね。聞こえてくるといいですね、はい、そして天の声のエコザイルさんと、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして新入社員のザッキー山崎です。よろしくお願いします。あのツイキャスではザッキー映ってないからね。そっか、ザッキー映ってないけど今日は、うん、あの声でもうガンガン来てね、もうガンガン映像来てないと思うので、もういつか出ると思って、うん、家族の車調べてました。そんな努力が実って、はい、ザッキーでも映ってないけど声だけ参加してね。嬉しいです。期待ですね。、うん、さ
さあ今日はね、にぎやかにこの、はい、5人でナイトガレージ進めていこうと思うんですけれども、はい、技術の日産8月24日にいよいよセレナ販売ということで、まあね、どんどん車って進化日々ねしているわけなんですけれども、今日はね、じゃあ新車でテーマいこうかななんて思ったんですが、いやいや待てよと、新車だけじゃなくて旧車、昔の車にも魅力はあるぞとね、きっと思ってる方もねたくさんいらっしゃると思いますので、今日のテーマは、あなたは新車派それとも旧車派というテーマで1時間ね、まあ、お送りしていこうと思うんですが、ジャケマックの中の、うん、あれですからね、あの株ですからね、そうそうそう、旧車派も新車派もそういう問題ではなくなるんですけど、なくなって大丈夫ですか、ザッキー大丈夫ですか、うん、大丈夫です、うん、あのでもね、あのザッキーはもう自分の中で今まとまってると思いますので、喋、はい、ること頭の中でもう何回も繰り返してます、うん、真面目やなザッキー。じゃあどんな答えをね用意してきてるのかね、ザッキー楽しみにしたいと思うんですが、まあ、最新の技術を味わいたい新車派、それとも古き良き昔の名車を味わう旧車派ということで、ぜひ皆さんどちらが好きかとかですね、あとはこういう旧車とかに憧れてるけど、旧車ってぶっちゃけこうなんて言うんだろう、お金が維持するのにかかりそうとかね、いろんなちょっとこうイメージってあると思うので、まあ、乗ってみたいけどメンテが大変そうとか、まあ、そういうイメージとかでも構いませんので、ぜひあの皆さんの新車に対するイメージとか、こういう車が欲しいっていう思いでも構いません、旧車に乗ってみたい、この車に乗ってた、この車最高とかですね、いろんな皆さんの思いを聞かせていただきたいと思います。今日もツイキャスでのコメント、そしてメールでお待ちしております。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com となっています。今ツイキャスが聞こえてなかったのかな、うん、ギノワンの方だけ、はい、そしたらギノワンの方に向けて、はい、今回のテーマだけもう一回、うん、はい、はいはい、じゃあギノワンの方大丈夫でしょうかね、お待たせしました。今日のテーマは、あなたは最新の技術を味わいたい新車派、それとも古き良き昔の名車を味わう旧車派ということで、新しい最新の技術を堪能したいっていうか、もしくはいやいや古い車をねメンテしながら手のかかる彼女みたいな感じで大切にしていきたいんだっていうね、旧車派いろいろいらっしゃると思いますので、手のかかる彼女ってあなたのことですよねそうそう、手をかけて手な感じでねあの1時間やっていきたいと思いますので、うん、ぜひね、あのメッセージお待ちしております。はいはい、それではこの後、9時56分まで生放送でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。一旦 CM です。そうなんですよ、コザイルさんが、有名リスナーさんが来ていただいてるんで、ルドルフさんね、はい、ありがとうございます。コザと FM ギノワン同時放送でございますので、どちらでもユーストリーム、ユーストリームは無理か、うん、ギノワンだけか、うん、で、ツイキャスやったら両方とも見れますんでね、うんうん、はい、はい、よかった。あ、ブルガリさんも聞こえたみたいですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、9人7人、うんうん、おお、やっぱり同時放送だったら結構聞いていただけるんですな、うん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 、旧車どこまで？FEC です。あ、FEC。ああ、でも半ぐらいに。あ、そっか。じゃあ、時間的に。さあ、FM ギノワン、FM コザ同時放送でお送りしておりますナイトガレージ。最初にちょっと FM ギノワンの方が聞こえなかったということで失礼いたしました。今日はね、復活したということで、改めてここでテーマを発表しますね。今日は新車派、それとも旧車派ということで、まあ、最新の技術もいろいろとですね、もう車でこんなことができるんだっていうような、まあ、最新の技術を搭載した、まあ、技術の日産が8月24日にいよいよセレナを販売ということで。人気車ですからね。ねえ、そうそうそう。うん、で、まあ、そういった形で新車が好きっていう方もいらっしゃると思いますし、いやいや、古き良き
き昔の名車が大好きっていう方もねいらっしゃると思います。結構日本の名車って海外でもね乗ってる方とかね多いって聞きますからね、だから日本でもねもちろん国内でも直しながらですね大切に大切に乗っていらっしゃると思いますので、ぜひねそういった方教えていただきたいと思います。もしくはね乗ってみたい方ぜひ教えていただきたいと思います。早速ねこんばんはということでルドルフさんでしたかね、コメントいただいたり、ま、もちろんブルガリさんもいただいたり、あとさくらさんもねいただいておりますね、ありがとうございます。さて新車旧車ということなんですが、まずはねちょっと店長からね聞いていきたいと思うんですが、はいはい、店長なんか新車も旧車もなんか新旧乗り合わせていろんな車してそうなイメージなんですけど、店長はどっち派ですか？まあ、新車か旧車派かというと旧車派になるんじゃないですかね。基本的にその新車を買わないんですよ僕は。新車 の良さってあるんですけど、ただその新車の良さよりも中古車を安く買える、まあ、要は新車に近い車を安く買える方に魅力を感じてしまうので、で僕の場合は後からいろいろつけたりするんですよ。要はナビとか、スピーカーとかを変えてちょっとこだわって車に乗ってしまうので、ホイールとかね、だから結局新車の段階で安く買っとかないと、大変なことになってしまいますので、はい、なるほどなるほど、じゃあお手軽な価格でまず車を買って、そうですね、って言ってもまあね乗ってらっしゃる車も結構高い車乗ってらっしゃると思うんですが、でそれをさらにこうカスタムしていくところにこう面白みがあるんじゃないかっていうところですね。そうですね、まあ、AR 組んだりとかね、なるほどなるほど、そうなんですね、ちなみに旧車ってまた定義がね難しいと思うんですが、一応その昭和に製造された車を旧車と呼ぶ風潮がありますが、まあ、若干曖昧ですと。で輸入車をヴィンテージカーとかね、クラシックカー、ヒストリーカー、まあ、国産車を旧車というふうに言いますっていうような感じでは書いてあるんですが、まあ、とはいえやっぱり旧車の定義って曖昧になってるので、ね、だいぶちょっとこれ90年代っていうのはじゃあ旧車なのかとか、いやいやそれはまだ旧車に入らないでしょとかいろんな意見があると思うんですけど、現役で走ってるんだよね。そうそうそう、それはそれで OK だと思うので、まあ、自分はこれぐらいの年代がね旧車なんじゃないかと思ってますとか、そういう感じでも全然構いませんのでね、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、エコさんとかはどうですか？はい、自分もどっちかというと、旧車派。旧車派なんですね。旧車派といっても今言ったように、なりかけの大体90年代前後、あこっちが一番手をつけやすいというか修理も結構やりやすい、いろんな意味で手もかからない、まだそうなんですね、だからそこら辺がいいかなって。D はなんかどっちが好き？まあ新車派かなってやっぱり、まあ、単純に新しいのがいいなみたいなそのまだその乗り慣れた良さみたいなのっていうのがわからないので、それこそなんだろう、ただ古いだけの車っていうか、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、その古この旧車、さっき言ったそのやつ、ただ古いだけの車なのか、それともそれこそなんて言うんだろう、時代が経ってそのフォルムっていうか、そのデザインとか中身とかインテリアエクステリアが良くて、なんて言うんだろう、その値段が上がるような旧車なのかでもまたちょっと変わってくると思うんですけど、まあ、どっちにしろその昔の車に乗り慣れてないっていうのがあるんで、新車がいいかなと。確かに、なんか旧車はある程度のこう知識がないとなんか乗れないんじゃないかなっていう。そうなんですよ、だからステレオとかも古いし、新車を、まあ、初心者の方は新車はおすすめですよ、やっぱり最初についてるとその機能を使おうとするから、でも旧車って機能があまりなかったりないです、ね、壊れてたりするんで、それを直すときに知識がないと変なもんつけたりとか、あんまり意味のないもん、逆にお金かかったりとかするんで、だからまあ当たりや、まあ、正解というか、ザッキーはどないよ？いや自分はですね、まあ、次買うならというか、次買うなら新しく買うならみたいな、ね、買うならやっぱり中古の新車というか、新古車みたいな、新古車みたいな、2万キロぐらいまでの。そうなんです、なんか沖縄だとレンタカーですごい使われてで、早くなんていうんですか、寿命を迎えてしまった新しめの車が多いって友達言ってたんで、賢いわそれ、それドンピシャ、それを、まあ、できれば欲しいですし、でもやっぱりクラシックカー結構洋画とか見るんで、クラシックカーにも憧れはありますね、はい、もう今おおという顔を脳天を見ましたけども、 D がね、そうそう、いや D がそういう感じですよね、できたら
ね、旧車というか、うん、ああいう映画に出てくるような旧車をちょっとね、かっこよく乗りたいじゃないかなと思うんですけど、お金かかりますからね、はい、そうですね、映画に出てくるようなね、旧車ってすっごいお金かかるんで、はい、ブルガリさんも新車派みたいです ね、 そうですね、古い車は旧型の NSX-R、うん、あの NSX ってホンダのね、うん、1000万する車、スポーツカーがあるんですよ、うん、あれ確か車体アルミじゃなかったですかね、うん、で R の方は確かで強化プラスチックを一部使ってるんですよ、エンジンの、エンジンって重いんで一番、はい、そこの中に部品でね、強化プラスチックを使って軽量化を測ってるやつがあるんですよ、うん、NSX はすごい、まあ、早いというか憧れの車ですよね、うん、確かにそうですよね、はい、まあ、ちなみにですね、おととい、解散を発表しましたスマップの愛車、はい、愛車をね、俺はニュース番組やったかな調べたんですけど、まさにね、新旧織り交ぜて、はいはい、なんかなるほどなと思った。僕中井くん知ってます、あのシーマ好きでしょ、彼ね、お好きですね、シーマ、はい、シーマ乗ってたんですよ、そうなんですね、はいはい、あの2016年8月13日時点では、うんうん、中井くんはメルセデスベンツの SLK、うん、と CLS の500、うん、そんなに高い車じゃないですね、うん、でも CLS の500は高いから、うん、2台か、これが中井くんで、でもそれ旧車の可能性あるよ、あ、そうなんですか、あの今の方じゃなくてね、うん、あのどんどん出てますから、あの子の金銭感覚からしたら新しい新型じゃないと思いますわ、なるほどね、はい、で、あの キムタクはサリーン S7 っていうことで、サリーンってね、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、サリーンっていうのはアメリカのメーカーで、フォードなどのチューニングコンプリート車を主に販売していて、レーシングカーとかの組み立てとかを任されているメーカーで、えらいの乗ってんねんな、そう、珍しい、これはなかなかね、もうさすがキムタクって感じなんですけど、550馬力ということで、なんか激しく嫉妬するな、キムタクね、いや、確かね、あの無類のスピード強でね、結構ね、若い時捕まって自粛してるんですよ。あ、そうなんですね。警察のお世話になりすぎて、いろいろあったみたいですね。その頃からやっぱりそういうの早いのが好きじゃない、スポーツカーも完全 なチューニングコンプリートされたやつ。そして稲垣くんはですね、マセラッティの 3200GT ということで、マセラッティ、うん、あ、でも似合うわ彼、いい、ね、似合う、あ、なんかね、はい、あ、似合いますわ。この 3200GT はマセラッティ車製のエンジンを搭載した最後のマシンということで、ものすごく規制、あの、そうなんですよ、希少価値のある、うん、外車とかでも、まあ、日本車でもそうなんですけど、トヨタって、うん、あのスポーツ系のエンジンはヤマハなんですよ、うん、共同開発ですね基本、うん、だから、まあ、そういうね、マセラッティが最後に作ったエンジンとかいうのは、うん、逆にね、中古市場でね、あの希少価値が出てね、めっちゃ高かったりしますよ、ヴィンテージみたいなもんやね、なるほど、ジンジンね。そしてね、草薙くんなんですけど、うん、フォードのロードスターデュースということで、なんと83年前の車を乗ってるということで、ロードスターも現在は入手困難で、300万から700万ほどの価格ではあるけれども、ジーンズと一緒よ、彼、そうそうそう、本当古いのヴィンテージも好きだからです、ね、もうね、タイヤがむき出しで、なんか博物館にこう飾ってありそうな車なんですよ、うん、はいはいはい、これを草薙くんは乗ってるということで、そうなんや、そうそう、いい視点ですね、これ ね、ちょっと興味出てくるかな、うん、で、香取くんがポルシェの911、あ、彼ら S、 彼らということで、ね、まあ、あの名車中の名車、これ多分そんなに古くない車です、うん、そうですよね、うん、で現在ポルシェは外国でまた人気が、ね、出てきて価格が高騰中ということで、うん、まあ、スマップ解散後に乗り換えるのかは知らないんですけれども今の時点では、お盆時点では5人こういった車に乗ってる乗り換えるんちゃうのまあね、新旧いろんな、ね、あのメンバーの個性が、ね、出てるな。草薙は多分このまま行くと、確かに確かに、まあ、ということなんですね。何年か前にもこの話題出てましたよ、この頃同じ車をやっぱりずっと乗ってる、やっぱりね、なんかこういろいろと、ああなるほどな、なんて思ったんですが、うん、これいいですね、うん、あ、うん、いいですか、うん、そう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 、そういう感じということでした、うん、話題 ね、うん、で、あの新車ね、やっぱりいろいろあるんですけど、これから7月の段階で NSX がね復活しますということで、だいたいね価格は1800万ぐらいであろうと、うん、あれアキラの名前でしたっけ。あ、そうです、ね、そうです、うん、海外のね、はい、ホンダが海外行くとアキュラっていう、はい、A をちょっと崩したような、はいはい、あれなんですけど、マークなんですけど ね、もう1月にすでに北米では発表しているということで、いよいよバナナマンの昼村さんもポルシェ乗り、乗ったと思います。そうそうそう。はいはい、あれは開演じゃなかったです。開演開演。ポルシェね。開演の話止めてもらうね。ちょうどあの
なんだトンネルズの番組でポルシェ買わされてるんです、黒の回ですね、はいはい、買わされて、ごめんなさい、どうぞ斉藤由紀も開演です、ね、あ、そうそうそう、斉藤由紀さん、はい、元尾崎豊のね、愛人さんね、あ、あれですよ、ピッチャーの斉藤由紀、はい、これ斉藤由紀やと思う、ね、ややこしいな、由紀ハンカチ王子、ハンカチ王子、最近はちょっとおねだり王子とか言われてるみたいな、そうそうそう、あれな、おねだりしたっていう、そうそうそう、おねだり王子ね、まあどうでもいいんですけど、その他トヨタの、ピクシススペースが、うん、8月に、販売されまして、うん、その後日産のセレナが8月24日ということで、うん、まあね、奪還復権をかけてミニバン販売ナンバーワンの、ね、復権をかけて、うん、まあ、どう出るかということで、ね、これ8月にみんなこうやって発売するのなぜか分かります、うん、なんでだろう、あのね、要は2月と8月って日本の企業って景気悪いんですよ、だから仕事ないから、そういう新車のカタログとかをね、こう整理したりとか準備するのには、従業員が営業さんがね、準備するのには一番適してるんですよ、落ち着いた、落ち着いて準備ができるんで、新商品の発売は2月8月にすると結構その商品は安定して当たると言われてる、なるほど、さくらさん、日産だったら Z かセレナかエクストレイルかなということでいただいてますが、うん、エクストレイルは8月もうマイナーチェンジということで出たのかな、ちなみに先週ブルガリさんだったかな、エクストレイルは4駆ですかということでいただいてたと思うんですが、うん、4駆でした、調べました、エクステリアの変更とインテリアの質感アップがメインになるかなということで、エクストレイルも8月ということになっております。その他9月以降はスズキのワゴン R、 スイフトとかですね、ホンダのフリード、シビック、これがシビックは欧州発売ということで、シビックもね、また出るみたいですよ。でその後トヨタのプリウス、スバルのインプということで、プリウスインプはフルモデルチェンジということで9月以降の販売を予定している、うん、そうです、そうです、ね、楽しみですね、この辺りも。結局レヴォーグのね顔に近いやつやと思うんですけど、まあ、僕は今のレヴォーグとか、インプの顔は好きですよ、結構頑張ったなと思うんですよね、スバルね、デザインがね、そうですよね、新しい車、ね、いろんな機能がついてますが、私なんかはもう駐車がもう本当下手なので、ああいうこうなんだろう、自由にっていうか、まあ、勝手に自動で、止めてくれるやつとかいいなってすごく思うんですね、はいはいはい、でベンツこの前新型の E クラス、ね、見ましたね、されましたが、試乗されましたが、もうまさに E クラスとかもこの辺りはね持っていますし、あとアクティブレーンチェンジアシストとかですね、走るべき車線を車両が勝手に選んで走ってくれるとか、アクティブブレーキアシスト with クロストラフィックファクションということで、なんか戦隊ものの技みたいになってるんですけど、まあね、この辺りとかも車がブレーキをね、踏むの遅いなと感じたら勝手に踏んでくれるとかですね、まあ、こういったいかに安全性を高めるかということと燃費の良さみたいなのが新しい車のこうメインテーマなのかななんて感じるんですけど、僕はね、あんまりエコさんとか僕同じ意見だと思うんですけど、あんまりアシスト必要ないんですよ僕らは、だから多分ね女性向きというか、で今若い子の車離れがありますから、そういう、まあ、近未来的なね装備がつくと若い子が、まあ、飛びつくんじゃないかなっていう狙いじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、今ツイキャスも来ててブルガリさんもそのうち現行の NSX もそのうちタイプ R が出ますから、タイプ R っていうのは要はちょっとまあ、シートとかをレカロにしたりとか、まあ、いろんなメーカーがタイプ R っていうのを出すんですけど、まあ出るのは出ると思いますが、多分後期やと思いますよね、NSX クラスやったら ね大量生産ではないので、そんなに早くには出ないとは思うんですが、分かんないですけど、また調べときましょうかね、あと、の中の、銀のホタルさん、はい、古い車で乗ってみたいのはトヨタのソアラ 430SCV の人気はと、ソアラ、ソアラもう一時期すごい昔、僕らが二十歳ぐらいの時にね、はいはい、あの時のカクカクのやつが好きですね、あのカクカクのやつは人気あったんですけど、その後って丸っこくなってね、そうそうそう、でケツも滑るっていう、要はケツっていうのは後ろの後輪ね、がふかすとね結構滑って、滑りやすくて事故多かったんですよ実は、だからあんまり人気なかったんですよね、はいはい、どっちかというとです、ね、あの後であれじゃないですか、トラクションコントロールみたいなのができたんですよね、できて普及していった、
そうなんですよ、原因になるんですよ。僕もね一回乗ったことあるんですけど、めっちゃ滑ってね、はい、レンタカーかなんかで一回借りたことがあって、えらいケツ滑ってね、普通の時に、あの雨とか降ってないんですよ、降ってないのにあのちょっとふかしすぎると、はい、そうそうそう、すっごい滑るんですよ、だからちょっとねあんまりバランスがね悪いっていうか、そうですそうです、だからあんま中古車市場でもあんま出てなかったですよね、なるほどですね、まあいろいろとですね、新車旧車といろいろと意見をいただいておりますが、一旦 CM 挟んで、この後は、まあ、新車のこういう機能が好きとかですね、また旧車あるあるみたいな、あこういう車あったよねとか、この車、前は例えば旧車手動、まあもちろんなんですけど窓手動だったよねとか、ね、あるあるなんかそういったものなんかもね教えていただきたいと思います。一旦 CM です。向こうだもんなかったよ。じゃあ一旦ちょっとじゃあやる？やる？じゃあちょっとサプライズやるって。サプライズ。メール。メールが来る？メール来てます。おお。メール？じゃあメール振りますね。からメール。じゃあこの後後で来てる、5秒前、はい、4、3、2、1。時刻は10時24分に今なったところです。 FM ギノアン、FM ゴザ2局ネットでお送りしておりますナイトガレージ、今日のテーマは、あなたは最新の技術を味わいたい新車派、それとも古き良き昔の名車を味わう旧車派、というこちらのテーマでお送りしております。まあ、新車旧車それぞれの魅力について前半お話ししてきたわけなんですけれども、あの旧車って言ったらなんか私の中で本当にデザインがおしゃれで本当に絵になるなという感じ、乗ってたらなんかもう本当に自慢できるというか、まさにこう人と被らないところがいいところかななんて思うんですが、 D とかはまさにボンドがね好きだから、 2000GTはい、トヨタ 2000GT とかね、欲しいんじゃないですか、はい、ね、調べました値段、あ、はい、だいたいいくらぐらいと思う？ 2000GT 昭和の名車ですよね、もう、それこそ2000にかけて2000万とかね、はい、いい線いってますね、はい、あのまあ、トヨタのその 2000GT っていうのは当時の販売価格でいうと238万円で、はい、まあ、1960年代ですよ、ね、そう、はい、で現在の価格で考えると1200万円ほどなんですよ、そう、ね、そう、はいはい、でしかもこれ生産期間が3年3ヶ月で、生産台数が337台ほどしかないということで、完璧に純正の部品の車両だと、まあ、5000万ほどすると。うわ、ちなみに2013年のオークションでは1億1800万円で落札されたということで、いや欲しい人はね、ちょっと待ってよ、1億で、あの今日本、あ、世界で一番高い車というか、うん、すごい車っていうのはブカッティっていう車があるんですよ、うんうん、はい、時速が500キロで、あ、あ、それが1億なんで、だからそれより高いっていうことになります。 それよりも高い、ね、価格で落札をされてるということで、もうそれだけやっぱりもう日本 の、 その、ね、車の価値というか、もうそれだけでも GT2000GT が、ね、欲しいっていう、もう出す価値があるっていう人はね出すわけで、故障しても多分、ね、部品ないからワンっていうか自分で製作するんですごい維持費かかると思いますからね、本当すごいですよね、まあ、それぐらいということで、1億貯めたら自分もね落札したらでも普通の人の生涯賃金が2億とかって言われてるんで、半分D 頑張ってな、一生ローンとか死ぬまでローン組んだんじゃん、100年前からさもう家とか建てられないね、もう GT に住むしかないね本当にね、でもその価格っていうのは、多分
豊田博物館が買ったりだとか、まあ、そういうあの趣味の人とか、はい、うんうん、そういうところの人が買ったんやと思いますよ。そうですよね、個人でその価値を見出して乗りたい人ってそこまでいてないと思うんですよね。確かにそうですよね。多分ですけど、うんうん、まあ、ああいうのって落札者ね、うん、あの個人情報で絶対に公表しませんから、はいはい、まあ、おそらく僕はトヨタじゃないかなと思うんですよね。それをまあ分かって釣り上げるやつもいてるんでね、中に。そのあ、なるほど、もうここが買うって分かってて、トヨタが買うって分かってわざとお金ないのにこう釣り上げたりとかするやつもいてると思う。ザッキーはちなみにお家の人の車も調べてきたって言ってたんですけど、個人情報だと思うんですけど、せっかく調べてきたと思うんで教えてもらっていいですか。一番最初は記憶のある茶とドミンゴ、うんうん、懐かしい。ドミンゴって中日のピッチャーかなと思いますが、中日のピッチャーでドミンゴって言ってましたからね。言いましたけど、ドミンゴです。その後がプレオです。で、アルト、で、R2 です。R2、小さい車ですね。基本スバル系だね。スバル系ですね。しかもうちは全員がマニュアル。いいね、そういう家系。なんか今なんかドヤ顔してますけど意味が俺には今ごめん拾われザッキーはじゃあマニュアルの株に乗ってる。はい、そうです。あ、そうかそうか。だからバイクもマニュアルか。マニュアルというか、マニュアルっていうか半分ロータリー式、ロータリー、まあ自動遠心クラッチだけど、一応セミオートマだけど、まあギアといえばギア。そっか、はい。なんか、 なんか変、絶対変なこと言うで言っとったよ。このザッキーに今日来てもらおうと思って話してる時に、絶対あいつ面白いこと言うでって、うんうん、案の定いいとこついてくるのね。外さないね、ほんと外さんは。いや、だから自分買うとしたらやっぱマニュアル乗りたいですね。あ、ガチャガチャするのやっぱ楽しいんで。あ、確かにそうだね。うん、なんかこう具体的にこの車っていう車はあります？乗りたいっていう、うん、この車、うん、あの相談したら店長に何か出るかもしれない。あ、そうですね、うん、パジェロとかですか。なんでそれ。え、それからのパジェロ。すいません、車の知識ないんで。ちょっと、いや、いいよいいよ、四駆やで、パジェロ。そうそう、うん、4駆やで全然いいですよ。いや、サハラ砂漠とか行きたいなみたいな。なんでやでもパジェロミッションなかったと思う。パジェロは基本ほとんどオートマ。あ、そうなんだ。ないと思うですね、特別仕様にせんと無理じゃん。じゃあもうラリーとかのベース車じゃない限りは、ね、ミッションは基本積まない。ないよね、パジェロとかランクルとか。えらいこと言い出すな。いや、でもパジェロっていいよ、やっぱり。うん、いいですか。うん、やっぱり ああいうラリーとか、ああいうところに出てる車ってね、やっぱりそれなりの、どうてんかな、装備というか、うんうん、足回りとかもそうだし。いいけどね、うんうん、ブルガリさんなんかパジェロに乗るならハマーに乗りなさい。ハマーも軍用車やからね。一応まあ壊れないけど、まあね、確かにそうですね、強いのは強いと思います。外は強いよ、外は強いですよ。中弱いんですか。中身は弱いよ。内装重視じゃないもん今日。あ、そうか、外からの攻撃をね、なんとか普通の車よりも防ごうという車ですね。じゃあ身の危険を感じたらもうぜひハマーに。ハマーに。どんな状況で守ってもらってください、ハマーに。どういう問題ねえ、エコさんは、まあ、90年代ということで言われてたんですけど、はい、うん、具体的にどんな車が具体的にやっぱり今まで乗ってきたので、うん、昔の86あとか、あと、まあ、日産で言ったシルビア、あの S13 という方と。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、S13 人気ですね、一番流行った方ですね、うん、はいはい、で、あとはもう一台本当に余裕があって乗りたいんだったら GTR の、あの3人の方です、うん、3人がね一番人気あるんだね。あ、はいはい、なるほど、ね、一世風靡したですね、ちょうど20年目、ちょっと20年ちょっとぐらいだから、もうギリギリ入るかな、入り出すかなって感じの。やっぱり86乗ってあるんですね。86は2台乗りましたね。あ、そうなんですね、そっかそっか。店長は何かありますか。僕はどっちかというとエコさんは、まあ、峠派とすれば、うん、はいはい、僕は高速派なんですよ。あ、じゃあだから、うん、どっちかというとターボ車
なんですよ、はいはいはい、うん、だからまあ旧車で乗りたいというのは、まあ、今実際乗ってますけどアリストの3点のターボ、うん、あのノンターボとターボがあるんですけど、はいはい、まあ、V300 っていうのが、うん、まあ、ターボなんですけど、アリスト、はい、であの JZX100 というあの、はいはい、要はあ千葉と言われてるです、ね、そうです、型式でね、うん、マーク2はあチェイサー、うん、エンジンが一緒なんですよ、うん、シャーシあのデザインが違うだけなんで、うん、まあ、あっち系は 1JZ のエンジンなので、はいはい、まあ、燃費もビームスというので、うん、まあ、ちょっと抑えられてますから、うん、はい、あアリストは垂れ流しなんですけど、うん、まあ、どっちかというと、まあ、その車に乗りたいかなと、まあ、ターボがついてるやつですね、まあ、マーク2とかのチェイサーもあの90系って言って、まあ、1個前 の, その100系の前の方はツインカムターボなんですよ、はいはい、あの100系だとシングルターボになぜか燃費を向上するためにシングルになってて、うん、はいはい、あのパワーは90系の方があるんですよ、ありますね、あで改造の仕様もあるので、まあ、90系とかもいいですけども、うん、やっぱり改造して乗るのは楽しいですか、うん、っていうか改造して乗るっていうよりも改造していくプロセスが、うん、はいはい、いいんですよ、でちょっと乗ってみるとやっぱり改造するとやっぱり違うんですよ、前と明らかに、うん、ミッションでもそうですし、うん、まあ、あのクルーズ、まあ、あとね、スロットルコントローラーとかつけると、うん、まあ、オートマの車とかやったらあのスロットルって言ってゆっくり、うん、日本車でバッて踏んでも、うん、あのすぐに伝わらずにこう緩やかにゆっくり開いていくんですけど、うん、まあ、あのスロットルがね、はい、それを解除するやつがあってもう最初からパッて開けれることができるんですけど、それをすると加速スタートダッシュの加速が明らかに違うんですよ、だからそういうのをつけたりとかしてね、はい、まあ、乗ってみたいなと。なるほど。 できたら僕はミッションよりもオートマ派です、あの改造すればオートマの方が早いです、はいはいはい、その代わりオートマのミッションを強化しないと、いいものに変えないとすぐに空回りしてミッションがダメになります、はい、なるほどね、うん、D はどうですか、なんかその、ね、クラシックカー、まあ、新車とかいろいろあると思うんですが、うんうん、まあね、いろいろとお話聞きますが、こう改造して乗りたいとか、うん、なんかちょっとこういじって乗ってみたいなとかそういう思いってありますか。いやでもそれこそ内装、うん、そのさっきキャプテンが言ったように、あ店長が言ったように、店長が言ったようにあの、うん、ナビとかスピーカーとか、うん、そういったものから、うん、はい、あとちょっとシートなんだろう、いいやつ革張りにしたりとか、なんかそこら辺の内装にちょっとこだわってみたいなっていうのはありますね。あ、なるほどね。外もそうさることながら、中もちょっとインテリアを工夫したいなっていうのはあります、なるほどね。そういう風にしてね、またオリジナル、ね、はい、出すといいですよね、うん、じゃシートの色とか、なんか攻めの赤とかやっぱそんな感じで紫でとか、なんかそういうの色は考えてなかったの、革ぐらい、革ぐらいね、うん、布から革ぐらい、ね、はい、でも今本当本当にそのベンツとかにして もうものすごいね、うん、あのねいろいろカラフルになって木のパターンっていうんですか、うん、ああいうこう内装のね、ああいうのからも全然選べるので、うん、もう自分好みの車にどん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 今の車って出せるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、うん、ブルガリさんは何かいただいてますね、うん、ちなみに今の車って昔の車みたいにワイヤー式スロットルじゃなくて電子スロットルなんですかねっていうことなんですけど、うん、これ車によるんですよ、よりけり、あのよりけりなんです。トヨタ系は基本電子スロットルなんで、はい、その電子を、まあ、まあ誤作動を起こさすわけじゃないんですけど、それの電子を、うん、あごめんなさい、電子スロットルに、まあ、信号を送って開けさすんですけど、うん、そういうキットっていうのが、はい、そういうのが売ってるんですけど、うん、まあ、車にもよると思うんですけどね、うん、スバルとか意外と電子じゃないような気もせんでもないんですけど、うん、はいはい、まあ、ミッション車が多い車とかは基本電子じゃない可能性があるんですか、どうなんですかね。びっくりすることに、はい、イスズのトラックのエルフもですね、うんうん、電子です。ほんならやっぱ電子の方が多いんかな。確か 4,5 年ぐらいの方から平成、あの電子スロットル10年前ですもんね、はい、だ多分今の車ほとんど電子になってきてるんじゃないかな。そうでしょうね。多分 K ぐらいじゃないですかね、ワイヤーとか。あ、そうか、 K がアルトワークとか使ってるのは、なんかワイヤーやっていうのを聞いたことありますね、はいはい、なるほどね。メールもなんか来てるみたいなんですけど、はい、紹介お願いします、はい、ご紹介します、はい、こんにちは皆さん、ラジオネーム今日もかしな銀のトロンボーンです。今日のテーマ、最新の技術を味わいたい新車派、それとも古き良き名車を味わう旧車派ですか。
やっぱり新しいもの好きだから最新の技術力を搭載した新車かな、自動運転システムなどを体験してみたいですね、うん、旧車って自分のイメージでは税金が1割増しになる年を過ぎた車かなと来ております。うんうん、そうですね、はいはい、旧車の場合こう気になるのはやっぱりこう壊れた時の部品がなかなかないということと、オークションでももうものすごく高価に、ね、部品自体が上がってるっていうことと、あと税金のことも言われたんですけど、税金自体もちょっと高いみたいですね、 1.5 でなんか結構割高になってるということで、まあ維持するのも高い 1.5 倍から 1.8 倍にだいたい税金重量税なんかがかかるということで、まあ、そういった意味でのお金もちょっとかかってしまうということで、ここら辺も、ね、政治的なというかね、要は新車に乗り換えさそうというね、国の意図というか、経済界からね、圧力かかってる部分なんかなとは思いますけどね。そうですよね、なんかその残念ではあるんですよね、やっぱり古き良きっていうか、乗りたい人がね、また乗って乗りやすいものね、逆に僕は本当に安くしていくべきやと思うんですよね、せやけど安くすると今度みんながね、乗り換えないからと、いうことで、まあね、そうですよね、経団連とかが圧力かけてるんじゃないですか、そういう裏のね、あれもあるかもしれないですね。だいたい中古車市場で見ると20万台からね、こういう昔の1970年代の車って20万台からあるわけですね、結構、まあ、結構王相談アスクって書いてあるのも多いんですけど、20万30万とか、まあ、走行距離がわからないものももちろんあるんですけど、まあ、こういう値段のものもありますので、よかったらね、挑戦したい方なんかはね、知識がある程度あればいいですよね、乗れる乗れないことはないですよね。僕の友達ですっごい古いベンツにわざと乗ってる子いてましたけどね、でやっぱり普通の今のベンツと同じぐらいの維持費がかかるって言ってましたから、はい、そうなんですね、それ以上にかかるって言われてたんで、そっちの方がおしゃれって言ってる人も多いですね。そうですよね、いろいろでしょうな、そうですね、野の中の銀の壺さんは新車のメルセデスベンツのアクトロスに乗ってみたいですねということでいただいてますね。アクトロスってなんや、ねえ、俺あんま知らんな、うん、私もちょっとよくわからない、4駆っていうことかな、ねえ、何ですかね、新車のっていうことは、アクトロスってあれちゃうかな、最近、あ、違うな、ちょっとまた教えてください、うん、そうですね、お待ちしております、はい、僕も全て知らないさあということで、今ね、新車派か旧車派かということで、いろいろとお話ししてたんですけど、ここでですね、音楽を一曲ね、聞いていただきたいなと思って、本当はちょっと聴き比べみたいな感じで聞いていただきたかったんですが、ちょっとね、それにしてもまだ喋りたいので、今日は新しいバージョンでいきたいと思います。 EXILE の ATSUSHI さんが松山千春さんの名曲の君を忘れないを歌っていらっしゃいます、はい、松山千春さんですか。いや、ごめんごめん今これね、こっちの手前のあれなんですけど、携帯からね、音流しますから僕今準備してたんですよ、それでまた行かない君はこれが松山さんですね。じゃあ新バージョン、 EXILE アツシ君を忘れないをお聞きください。準備しとったまさか振られるんだそっか、聞いてトラックみたいですね。あ、トラックなんだ。あれちゃん、日野と今日野があれでしょ、ベンツなってるでしょ、確かそうやって、合併っていうか、あれ提携なんですかね、だから日野のあれでグレードでベンツマークがついてるトラックがあるんですよ、あ、それか、ダイムラーがメルセデスベンツで展開する大型トラックみたいで、あ、そういうことか、あ、日野とちゃうんか、で、ダイムラーダイムラーの傘下に三菱ふそうがあって、ね、あ、そうかそうかそうか、三菱ふそうか、日野はトヨタとだった、あ、そうか、日野がトヨタか、あ、そうかそうかそうか、いろいろ変わってるんですね、あ、そうか、トラック業界も大変なんでしょうね。もう一回うちの会社で3トンあるから、よう入れに行くんよ、ひねも。もうめちゃくちゃ工場でかいからな、ディーラー。やっぱいろんなトラック整備するやん。もうその整備工場の天井がまず高いし、でも中めちゃくちゃすごいね。タイヤとかもでかいから、すっげえ人数の整備士がいてるよ。で、変えてもな、タイヤ1本でも、もう普通の車の何倍もするから、3倍でも4倍でも、修理も、まあ、
型トラックです。トレーラー牽引車みたいな、牽引車だったら相当パワーのやつ。そうですね、 V10 とか、あれ V10 とかのエンジン使ってますもんね、トラックね。ええやつやったら V10 やで、ね、あの F1 のエンジンとか出しやから、V10 すごい。ベンツの最高のクラスとか V10 とか V12 とか V8 もあるけど、次あるんです。そう、はいはいはい、はい、そっか。じゃあこの曲終わりで、店長教えてに行って、時間ないからもうここら辺でもええで。うんうん、あ、じゃあ教えて店長いきますね。教えて店長。さあこのコーナーでは店長にいろいろと素朴な質問をぶつけていくコーナーです。さあ今日質問したいことなんですが、はい、店長、私車を買いまして、いろいろとね、はい、なんかちょっとこう改造してみたいなと思うんですが、もしかして改造ってあれ分かってないんちゃう、ほんまの意味は。うん、分からないです。あのね、改造言うても、はい、まあ3種類あって、うんうん、まあ要は今ついてるものに対して、まあ部品をグレードアップする。例えばプラグ、うん、プラグを、まあ、1つ2つ大きいやつがあるんですけど、うん、のいいものにするとか、まあ、そういうのも1つ、うん、まあ、改造のあれあるんですけど、改造というよりもちょっとグレードアップですよね、うん、それがまず1点。でもう2つ目はライトチューンといって、うん、インタークーラーとか、あとタービンっていう、まあ、ターボ車やったタービンっていうのがつくんですけど、まあ、仮面ライダーの噴射ベルトみたいなね、うん、やつがタービンっていうんですけど、それは空気をこう、まあ、簡単に言えば取り入れて、はい、まあ、普通のエンジンに圧力をかけて、まあ、ターボというのを、はい、2000回転以上でターボというのをかけて、まあ、同じ 2000cc の車であっても2000のターボ車の方を、まあ、力こう、まあ、トルクとか、まあ、トルク上がるのかな、まあ、パワーですよね。排気量を、うん、排気量を上げるんですか、ね、アップしてるんですね。そうですね、ボアアップとか言うんですけどね、2600とかクラスのパワーまで引き上げるとか。そうです。で、あとマフラー変えると大体5馬力から10馬力ぐらい上がると言われてます、うん、はい、それは抜けが良くなるんで、純正は抜けが悪くしてるんですよ、まあ、抑えてるんですけど、はい、それを、まあ、抜けるようにするんです。抜けるようにするんですけど、うん、まあ、あの太鼓型っていうやつと、またあの、ね、うん、はい、大きな普通の、まあ、同じ純正に近い大きい太鼓が入ってるやつね、と2種類あったりとかして、まあ、それが主にライトチューンですよ、うん、ただフルチューンというかなるとコンピューター、要は車っていろんなコンピューターが入ってるんですけど、主にエンジンコンピューターを、うん、まあ、あれもオイルコンピューターもあるんですよね、はいはい、それを、まあ、主はエンジンコンピューターを変えるんですよ。外品でエッジケースとかいろいろ出してる、まあ、基本エッジケース多いんですけど、うん、それを変えるか、まあ、サブコンって言って今既存のある純正のコンピューターに、まあ、ダッチワイフするんですね。あの、まあ、だ、まあ、音符に抱っこさせるようなやつがあって、それはサブコンって言うんですけど、サブコンピューターを、まあ、つけてやるのが、まあ、フルチューン、まあ、あとはブレーキとかね、オイルクーラーとかいろいろあるんですけど、まあ、それを変える、まあ、そこまでいくとちょっとめちゃくちゃお金かかってしまって、まあ、ベンツ買うよりも高くなるんで維持費も。だから、まあ、ライトチューンまででやればいいかな。ただ今のベンツとか外車にチューンすることはまずね無理なんで、やるんやったら国産の、まあ、インプレッサとか、スバルの車はもう最初からブレンボっていうね、いいブレーキが入ってたりだとか、エンジンが、まあ、ボクサーエンジンなので改造するとかあんまりないんですよね。で、機材、あの、そういう改造するものが出てないんですけど、トヨタ系と日産系はもう山ほど出てるんですよ。でトヨタやったら TRD とか、うん、トムスとかも出てますし、はいはいはい、足回りとかね、うん、そういうのも変えれるし、まあ、さっきのライトチューンの中に足回りの、まあ、要はショックアブソーバー変えたりとかね、車高調入れたりというのもあるんですけど、まあ、日産はニスモ、
ね、があったりとか、うん、でホンダやったら、無限ホンダとかね、うん、いろいろあるんですよ、はい、で今エアロとか、まあ、そういうマフラーとかでもモデリスタっていうトヨタがね、まあ、いいメーカーがあって、まあ、いろいろ他にもあるんですけど、まあ、そういうのをまず変えていくというのがいいんじゃないかなと。まずエアロから外観から変えるのも僕は改造やと思うんで、まず、まあ、中のことをいらうよりもエアロとかそういうのからまず入ってみたらどうかなと。エアロからね、なるほどなるほど、うん、エコさん的にもやっぱりエアロぐらいからがやりやすいんじゃないかなと。やりやすさはエアロですね、うん、ただ自分は逆なんですよ、うん、あの見た目はノーマルなんだけど、うん、走ったら違うぞ、なんだこの車が好きなタイプなんで、なるほどね、自分は逆のタイプなんですよ、まるっきり。そっかそっか、はい、まあ外から攻めるか中から攻めるかというか、そうそう、はい、まあいろいろと好みがあると思うんですが、そうです。だからエコさんはどっちかというと本当の僕が今言うた、うん、逆にエコさんに聞いた方が良かったんちゃうかと思う。いやいやいや、僕はねどっちかというとビップ系、俗に言うビップ系なんですよ、うんうんうん、どっちかというと、はい、中のねステレオを変えてみたり、うんうん、あのスピーカー変えてみたりとか、はいはい、あとエアロ組んでみたり、はい、ホイール変えてみたりっていうのがそれはビップ系なんですよ、うん、エコさんの場合は本当の改造なんですよ、さっき言ったみたいな。だから改造っていうのは履き違えたらあかんですよ。あの、うん、知らん人ってエアロとかホイール変えることも改造やと思います、はい、これはもうエコさんからしたらもうドレスアップなんですよ。なるほど、ね、だからあのどれ僕がまあいろいろ教えられるのはドレスアップですね。で改造って言ってもライトチューンなので、それは、うん、まあ言ってみたら許容範囲内の自己満足の改造なので、うん、エコさんの場合は本気の改造いやいやいや本気の改造ですからね。なるほどですね、うん、じゃあ、まあ、あのいろいろあるとは思うんだけれども、うん、まあ、改造と一言に言っても、うん、まあ、ライトチューンもあり、そう、まあ、そういうふうにねエアロから行ったりとか中身のね、うん、からやったりということでいろいろあるけれども、うん、まあ、あの本を読めばいいですか、そういうのは。ん、本を読んだらいいんですか。いや、まあ、雑誌から情報も得ますし、ね、まあ、どうなんでしょう、車屋ですよね、まず行くのはね。で相談して、うん、そのまあ、あ、どうですか、それに、まあ、詳しい人がいてますから、うんうんうん、それで相談する方が一番いいでしょうけどね。なるほど、うん、私なんか改造って言ったらその外観変えるみたいなイメージがすごいあった。あ、そうなんですよ、はいはい、女性の方結構多いんですよ、うん、だから外観変えると改造したねって言うんですよ、うんうん、でも僕あのエコさんみたいに僕も、まあ、一時期ライトチューンしましたけどプラグとか変えても全然誰も気づいてくれへんからでブレーキはさすがによう聞くねとは言われるかもしれんけど、もうブレーキぐらいですよね、変わってるって、うん、その知らん人にも分かるのって言ったら改造で、うん、そうなんですね、うん、お金かけたからなんか分からないともったいないみたいな、ちょっとなんか、うん、ついついそういう感じがするんですけど、いや、まあ、なんかブラグラリさんなんか、うん、エコさんそのうち F1 のエンジンを積む計画むちゃくちゃやろそれ、エコさんこれは厳しいです ねブラグラリさんそれきついわそれメンテ大変よあのね、そのあたりもまた改造ドレスアップの回とかもまたやっても面白いかもしれないですね、うんうん、そういうのお好きな方なんかもいらっしゃると思いますので、うんうん、またねそういうのでいろいろと情報交換できたらいいなと思っております、うん、以上教えて店長のコーナーでした。皆さんの素朴な質問があればぜひぜひ店長にお寄せください、はい、さあ時刻は間もなく10時50分になろうとしております。 FM ギノワン、 FM コザ2局ネットでお送りしてきましたナイトガレージ、そろそろエンディングの時間も近づいてまいりました。今日は新しい最新の技術を味わいたい新車派、それとも古き良き昔の名車を味わう旧車派ということで、まあ、新車が好きですか旧車が好きですかということでいろいろとメッセージいただいてきたんですけれども、まあ、あの旧車といっても私なんかものすごく1960年代とか70年代じゃないといけないのかなみたいなイメージがあったんですけど、うん、90年代でも十分そのちょっとこうクラシックというか、うん、なんかそういう感じって味わえそうですよね。まあそうですね、まあただ旧車と俗に言う旧車っていうのはその90年代の車のことは多分一般的には言わないんでしょうね。でも僕ら車好きからすれば、うん、もう20年ぐらい前の車なんで1990年代で、うん、僕らの中では旧車と言ってますもんね。旧車にもう20年過ぎたらちょっと入り出すのかな、ね、なりますよね、うん、だからまあね難しいというか、うん、ある意味逆にね、うんうんうん、そうですよね、うん、いいかなとは思いましたけどね、うんうん、このね話題というか、うんうん、その20年前ぐらいの車って特にやっぱりどういうところが好きとかってあるんですか、うん、エコさんとかは20、うん、
年前のって車ね、うん、車の良さね、良さっつうのはやっぱり、うん、まだ構造がシンプルといえばシンプルだから、うん、壊れても直しやすいんですよ、ね、うん、で今の車本当にちょっと壊れるだけで、うん、昔ではちょっと一箇所変えてた部品で済んだのに、うん、もう10も変えないといけないとか、うん、余計にがまとめてあのアッセンブリティアッシーで交換とか、うん、それが今の車はちょっとそうですね厳しいかなって、うん、維持触れないんでね基本、うん、で僕はねなんで好きかというと今のそのまあアリストはなくなりましたけど、うん、まあ車ってスポーツカーでもノンターボが多いんですよ、はい、で90年代って、はいはい、ちょっと速い車とか、はい、スポーツカーっていうのは必ずターボがついてたんですよ、はい、でそのターボがついてる車に乗りたいのでやっぱりその年代の車が、はいはいはい、90年代の車が好きなんですが、はいはい、今新車と僕結構どっちがいいかなって悩んでたんですよ正直、うんうんうん、っていうのが今また逆に20年前に戻ったみたいに、あの BMW でも、はいはいはい、ベンツでもそうなんですけど、うん、ターボを付け出してきてるんですよ。 あれ今流行りのあれダウンサイジングってやつ、はいはい、そうです。排気量を落とす代わりにターボを付けて、そう、あの燃費を良くしよう、そうですね、NA より大排気量と同じパワー出すけど燃費を測ってみたら実はこの小さくしてターボを付けた方が燃費がいい、うん、そうってなってきてるんで、ん今これが流行り出してる。なるほど。今の車もいいかなってちょっと悩む時期ですね、うん、だから今から買う人は逆に お買い得というか新車はお買い得かなと思うんですけど、はいはい、しかもターボ付きの方ね、そうですね。ちなみにその店長がこの車はちょっと目つけてるという最近出てきた車で、あのこの間試乗したあの、はい、ベンツの E クラスの 2000cc のターボの、あのはちょっと目つけてますね、はい、実際に ABS でもね実は、あの納車の納期、まあ、なしでって言って売ってるんですよ1台即日もうすぐもう売ってるんですよ即日買えるやつが、だからまあ多分あの発売する前にも注文してたんでしょうね、だからそれが1台シルバーのめっちゃええのがあって、どうしようかめっちゃ高いねそうか、ベンツはやっぱりこう注文してからっていう形になりますよね。そうです、6ヶ月から10ヶ月ぐらいかかるので、それが即日納車ということで、そうですね、ただあのどういったんですか、中の内装とかがもう今明らかに、良くなってるので、もうフルモデルチェンジでもだいぶ変わってるので、今は逆にお買い得ちゃうかな、あとナビ、あの外品のナビも今は、まあ、これはあのサイバーナビに限られるんですけど、やっぱり前のナビとはちょっと違うんで、物が違うので、はい、今その2つがおすすめですね、もう新車っていうか新しいの買うんだったらね、あ、なるほど、うん、まあ、でも僕はでも旧車好きだな、やっぱりあのゼロクラウンとか未だに好きやし、僕も乗ってるんですけど、やっぱ昔の車が好きかな、やっぱり何とも言えないこう味がありますよね。そうやね、私もその昔のこうフェアレディ Z とかは、もう本当にこう、ね、映画に出てくるような感じでおしゃれだなって思うんですよね、かっこいいな、あとセドリックなんかもやっぱりいいなと思って、味があるからね、九州の人はでもセドリックとかグロリアとか好きよね、日産のね箱車がね昔、はい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 、でも俺さっきからずっとエコさんってどんな車似合うかなって思ったんやけど、やっぱり BRZ と、あの86ね、要はスバル系の方の、はいはい、まあ、86がやっぱり似合うんかなって僕思うんですよ。旧車もお似合いにはなるとは思うんですけ ど、やっぱ考えたあの86に乗ってる姿っていうのは容易にこう、やっぱエコさんが乗ってるのは浮かぶなっていうふうに思うんですね。さあ今日は新車派旧車派かということでいろいろねあの議論してきましたが、それぞれのね良さってあると思いますので、またこういう車買いたいけどちょっとね相談に乗ってほしいとか、こういうふうなドレスアップしたいけれども相談に乗ってほしいということがあればね、ぜひそんなんバンバン言いますよ、メッセージいただきたいと思います。メーカーもしてるし、はい、さあということでお盆ね親族の方と集まってねお酒飲むみたいな機会の方もねこれから多いんじゃないかと思いますので、飲んだら飲む乗らないように、してくださいね。いい、今日あんま喋ってないじゃないか。なんか最後一言言いなさいよ。安全運転でいきましょう。それではまた来週。それではありがとうございました。さよなら。ごめんね。